はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 12月の14日水曜日というふうになりましたので、えー、皆さんがコメントにたくさん書いてくださっております「FNS 歌謡祭第2夜」というのがまさに本日の夜からね、えー、放送されるわけなんですけれどもそこにねイコールラブが出られるということで日本語合ってるかなイコールラブが出演されるということで、えー、非常に私も楽しみなんですけれどもその前にできるだけ、えー、いろんな方のね 歌声でであったりお顔名前をですね覚えておきたいなということでここ最近はずっとイコールラブ関連を見させていただいておりますが今日はですねまた一つ皆さんからいただいたコメントを読ませていただきたいと思うんですけど「えー、ふわ、ね」ふは,はひらがなで「ふ」はおっきい「あ」はちっちゃいで、えー、アルファベット小文字「i c」「h」「i」で「ふわ」「いち」さん。 えー、コメントいつもありがとうございます、えー。佐々木舞香さんがなかなか伝わらないので、ぜひこれを聞いてほしいと。はい。私佐々木舞香さんの歌声を一番最初そのテレビ音楽祭で見た時の、うわこの子上が確か佐々木さんだったんですよね。えー、最近野口由里さんばっかりちょっとやってるように見えるかもしれないですけど、ちょっと続き読みますね。ダイジェストですが、佐々木舞香さんのソロの歌唱での虹の元。 虹の元ですよねすってことないよね素敵のすですけどちょっと待って一応 <laughs> 虹のすってことはないと思いますよえー、あ分かった分かった今ねちょっと画面をちらっと少しだけ進めてこうね動かしてみたら虹のもとってちゃんとアルファベットで書いてあったわはい戻りましょう、えー、虹のもとそれからイコールラブ全国ツアー全部内緒 メイ5月はね、23日と、2021年、アット。i n t k ホール 4G。あ、これだからタイトルをちゃんと打ってくれてるな。公式ありがとうございます。虹の元はもともと野口いおりさんとのデュエット曲ですと、オン。あえてソロをということでこれをね、紹介してくれてます。そして、このダイジェストの映像の後半は、シュキピ。シュキピ。な <laughs> んでしょうね。 日本語ですよねシュキピは私がまだ知らない、えー、言ったことの使ったことのない日本語が出てきました佐々木舞香さんのセンター曲ですとはいあじゃあどっちも佐々木舞香さんのあれか歌ってる音,音源じゃない映像ということですかねこれは虹の元とシュキピ」<laughs> なんかの略ですかね「手裏剣キピキピ」 ヒッピキッピがわかんないもんね、そのリア,リアクションじゃない、気温がシュキッピー。<laughs> <っ> <laughs> なんでしょうねシュキッピーは。<laughs> はいということで、えー、その動画のところに私は今やってまいりました。一応概要欄概要欄読んだらもしかしたら出てくるかもね。二千二十一年五月二十三日日曜日愛知県日本特殊 また難しい感じ出てきたよこれこれなんていうの陶芸の塔じゃないこれはまたあの皆さんね先に読んでおけよって思われるかもしれないですけど常にあの音源ライブ映像もそうですけどやっぱ初見が私がね大事にしてる部分で大事にしてるというか自分が初めて見た時どう思うかをねそのまま載せたいなというかあのお届けしたいなということでいつもね あんまり事前にチェックしないから陶芸です陶芸の塔に、えー、業種の業で業ですねやっぱりな、ね、ってるわはい、えー、日本特殊陶業市民会館フォレストホールにて開催されたイコールラブ全国ツアー全部内緒のダイジェスト映像ですと、はあ、よかった読めたまあ、読めてないけどね結構時間かかりましたけどあ、特にじゃああれだね、さっき書いてくれたシュキッピの <laughs> もそれでは、えー、じゃあですねファイチさんが教えてくれました佐々木舞香さんの「ダイジェストソロ」2曲ということになるんですかねの映像を今から見させていただきたいと思いますさあどんな歌声なのか非常に楽しみいってみましょう「再生ポン5分01秒」「全部内緒」と英語で書いてありますね「愛知 NTK ホール」 君は私はどう見てるこれ虹の元とただ福風心を削る霞きずはかえって本手にしに行こうわ世の声の出方いい寂しそうな苦手なんだ嘘を見せかされそう,うわメロディーいいねただ照らしてあざらぬか うわあ高い音をちゃんとね顎を引いて開けてないでも吸い込まれて消えてゆくうわああ、うん私の涙一になったわいいね息継ぎわてたれな光うわいいね息継ぎの音素晴らしい<か>もうなんか この世界に入ってる「ああだから眩しい空が苦手なんだ嘘も見透かされう,うわ見透かされそうで言わってろ」いいね「あわらふか届くように叫びたから最高には逃げるだろう」 出てしもう男性では出ないですこのキーはね「虹の元は誰の涙」いやさあ「手巾ピになりました「手巾」キ「好き」「好き」「ピッピッピッ」「手キ日」ですね「好き」「好き」「好き」「ピッピッピッ」「これはもう佐々木舞香さんのソロというよりかは。 あまままじゃないよ。わ、ドレミフはソラシュドメロディー。セセーうわ、高い音。動いてるから、ちょっと音はね、今、動きますけど。入りけていやない,い,やない <laughs> 好きでしょ。私がやっても可愛さ全然ないですけど。てててコラブちゃんですあ、なるほど。いいね、するの。あ、この辺がソロだ。やってます。なるほど。この辺は佐々木さんね。いいいねこの金髪の。 かわいそう、金髪じゃないか、黄色か。このま、なんか。動きかわい,いよ、みんな。いつ殺したの。こんな人が。タイプなの。これ私がやってても、全然見なんね、全然かわいくも、なんともないで、申し訳ない。あら、可愛らしい、みんな、二人で。カメラの方いい声だね、可愛い,い声。ああ。ああ。きゅう。<laughs> ちょっと私が再現したところでもう可愛さ出ないからねちょっと見るだけにさせていただいてみんなすごい可愛いんですけどキャキャボーって言ってますけどうわーこれが佐々木さんでしょなーりーって伸ばしてる愛ししててる電話言うまいうまい今何してるってなんか電話しながらしゃべっ,しゃべってますよ わかった。いいって言ってくれたら切るのにーと。と聞いてね、もう。足まあな、うまい。高い音にパンと切り替わるときの声の切り替えうまい。まねーみんなゆっくり動いてます。かけてー、高こ<っ>。このままずーっと近い。あら、かわいい声、この子。 ずっと見てて佐々木さん。うわあこれはかわいいわこれ。今のシュキシュキシュキピって言ってますけど。シュキピシュキピシュキシュキシュキピ人生で初めてこんなシュキピって言ってますけど。シュキシュキシュキピ好きだっていうことをこうかわいく言ってんだシュキピね。シュキシュキシュキピ後ろらの映像にいっぱいハートがブワーと出てます。メロディーがタタ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 タ なーい可愛い声で高音。兄してるとどこにいるって言われて、もうダメだよね、これ以上しつこく。わーと、佐々木さん。すごい喋ってるもん。うわーなんか可愛らしい動きしましたよ、今。わ、綺麗な顔だね、佐々木さん。あら。素晴らしいです、後半。私、後半の <laughs>、 ただのちょっと気持ち悪いおじさんみたいになってる可能性ありましたね今え歌声回数じゃない分も,もうかわいいとか言っちゃってますけどいや佐々木さんのお顔はやっぱりこうね特に今後半ねちょこ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 ,こう佐々木さん今回はだからね佐々木舞香さんを中心に見てますから他のメンバーももちろん歌われてるんですけどあんまりねえ言ってなくて申し訳ないんですけどというか他のメンバーあんまりこうまだねお顔と名前が。 しっっっかかりり出ててこないので正崎さんばっかり言ってますけど最後のね、まあ、私がやっても可愛くないことはもちろん分かってますけどマイクここに持ってねちょっと何て言うんでしょう顔の角度がこうなんだよくできたお顔ですねこれは <laughs> 気持ち悪いですよねごめんなさいねいやそんなことはまあいいんですよとりあえずそんなことっていうのも申し訳ないですけど私は歌の先生ですからかわいいかわいくないっていうのは。 ね、単なるのは私の感想なんですけどあの今回佐々木舞香さんの歌声を聞いてて私は特徴2つ特にいいところっていうのを発,発見しました発見じゃない発見しましたでまずどこかというとですね、えー、佐々木舞香さんが高い音を出していく時の「おの」をですね「あゆうえおの」「おの」高い音高音を出す時の」 出方が素晴らしいいですはい、これはねちょっと1曲目の方というんですかね味の素じゃないすい <laughs> ません本当にに何とかの素ときたらもう味の素なんですよ私の世代はね、えー、虹の元ですはいイントネーションも違うわちょっとねもう一回それをね頭から見ていきますよで今10秒のところからねあじゃあ0秒からいくかいやこ,こだえー、8秒7秒 7秒から行こう「見てるー心を削るかすり傷は」「金がて法廷にしみるよ」「このよ染しみるよ」のこのようね20秒のところ「眩しい空が逃げてなんだ」 嘘を見透かされそうでただ照らして嘲笑うかうん声を上げて泣いても吸い込まれて消えてゆく、うん、せめてこの上上、側っていうか、ね、上にそうこのよ、よ、この教えてよのところ50秒ぐらいかな48秒からもう一回いきます あうん今の教えてようかな「いや」とかもう一個だけあったと思うんですよね「た」「いちルの日か」このくだりのメロディー難しい「あ誰かにたを」「せなのか」「だから」そう高うと「あ」でいくのは出しやすいんですけどね今も綺麗だし。 だかか」そう伸ばす音「あ」だったら綺麗に抜けていくけど「お」はねあここのこれも「ら」だろうだから「お」ですよね。これ今3箇所ね高音の「お」の出し方がいいって言いましたけど。 これ普通に出すとさっき「あ」は「あ」は出しやすいって言ったのは「あ」だったら口角が上がって上の刃が見えて明るく高い音って出しやすいんですけど「お」っていう言葉になるとどうしても普通に歌うと「だろ」ってこう縦に口が開きますからこの開き方だと高い音といはなかなか綺麗に抜けていかないというかね出ていかないんですけど佐々木舞香さんが高い音出しに行く時は全て「 あさっきも20秒のとこって言いましたよねもう一回戻って14秒ほらこの「しみるよ」ですよ「よ」だから「お」の口なんだけれども今ここで一時停止すると「よ」って上の歯が見えてますよねこれはね、まあ、私の勝手な感想ですけど ちゃゃんとと発声練習をししていいる人じゃななやらない出し方だと思うんですよ、ね、だからこれはまあやってるんじゃないかなちゃんとレッスンしてというかこういう出し方の方がきれいに出るということをまあご自身も分かっていて、えー、意図的にやってると思いますしその高い音の「お」の時の口の開き方もそうなんですけど声の響き方抜け方というふうに言ってもいいかもしれないですね。これも絶妙ですね佐々木舞香さんの 色々こうね、上手なところいいところありますけれどもまずこう項目としてねもう結構先頭の方に上げていいと思いますねこの高い音の「尾の抜け具合というのはこれは見事だと思いますこんなにに綺麗に高い音のが抜けたら気持ちいいでしょうね、ね多分歌ってても、ね、そしてもう一個素晴らしいなと思うのがやっぱり高い音を出しに行く時、まあ「お」という言葉に限らずですけれども上がっていく時にねグッと、まあ、昨日見させていただいた「クラリス」のね えー「クラリス」という歌も「クラリス」という歌じゃないわ「コネクト」という歌クラリスという方たちが歌っているいややこしいね「コネクト」という楽曲を歌っている佐々木さんの時もやっぱり高い音を聴く時グッとこうね顎を少し引いて高い音に行った時にここが上がって細くなって苦しくならないように ぐっとこう下げて高い音を出すという高い音,音程を出しに行く時の声の出し方の体の使い方というんですかね。これも素晴らしい。だから、この2つ高い音まあ、両方高い音になっちゃいました。けど、えー音声の抜け方がまず素晴らしいということと、高い音を出すというのは体の使い方、この2つはまあ声の出し方として素晴らしいと思うんです。けれども、もう1個あえてね。この音源というか、この映像だけを見て。 特にまあ後ろ側のねシュキピもすごい可愛いですし高い音の出し方もグッとやっぱ顎を下げていい感じそしてシュキピも虹のもとも私がもう一個だけ言う今日の3つ目の佐々木さんのすごいいいところっていうのは歌いながら喋れるまたは語れる同じかなえ表現できるこのね 表現力というのが素晴らしいなところ本当に私は今見ててすごく強く思いました。例えば今のね「虹の元と」いう楽曲前半の方を歌っている時というのはもう音程リズムをこうねしっかりと歌いながらなんて言うんでしょうねどちらかというとこう譜面通りというか丁寧に歌っている感じなんですけど真ん中ぐらいといか途中ぐらいから もう息継ぎの音がね私も聞きながら「うわいい音鳴ってる」って言ってましたけど「<laughs> みたいな感じであの感情が乗っかってきてることによって歌い方もちょっとこう何て言うかね熱くなってくるというとちょっと簡単すぎるんですけどその歌詞の内容だったりこの歌の中の主人公にも佐々木舞香さんがなっていて。 こう歌いながらその感情がどんどん高ぶってくるというその気持ちが歌声とか息継ぎに自然と乗っかってくるわけですよ。でそれによってすごい細かい話をすればところどころ正しい音程とはちょっと違うところをたどってみたり行きたかったところじゃないところをね触ってしまってる部分ももしかしたらあるかもしれないんですけどでも感情が前面に出て歌ってる中でのああいうちょっとしたこう 違いといとうかね通りたかったところじゃないところっていうのは実は聴いてる方には逆にこう響いてしまうみたいな部分もあってでもこれってなんか狙ってやるって難しいんですよねだからちょっとこう感情を入れるためにちょっとこの音をこっちにずらしとこうとかっていうふうにできることでは実はなくってもう本当に気持ちが入ってしまったので思わずそういう歌い方になったという。 その時にしかできない表現力みたいなものを私はこの「虹のもと」という楽曲の後半にすごく感じたんですよね。でこれができるっていうのは基本的な音程とかリズムそれから声の響きというものが大前提しっかりしてないと感情を乗っけた時にもうぐっちゃぐちゃになっちゃうわけですよ。でも今この後半戦を聞くとっていうその息継ぎの音一つとってもそうですけども。 本当に私は今この曲を初めて聴いてるんですけどなんかこう、ね、歌詞の内容も全部しっかりとこう、ね、聞こえててその奥底までこう考えて聴いてるってわけじゃないのにちょっとなんかこう切ない感というかねなんかこう主人公のこの思いみたいなものがもう言葉でちょっとこういうのっていうのは感情として出しにくいですけどでもこの歌ってるこの葛 みたいなものが歌いながら出てくるというのはこれはね本当にすごいなと思うんですすよねまあすごい極端な例を言うと例えばレコード大賞とかね、えー、優先放送大賞とか、えー、受賞した方が最後にもう一回歌いましょうってなった時に歌いながらちょっとこうね泣いてしまって声が震えるみたいななんかそういう感じ。 もう音程は正しくね CD 音源と比べたら違ってるけどでも伝わってくるものみたいな本気のこう感情の揺れに対して出てくる音程のちょっとブレみたいなものはうん本当に歌い込んでないと出てこないというかねすごいだからねこんなに感情を出しながら歌えるってすごいっていうことが言いたかったんですよ結構長くなりましたけど。 でそれが「そのシ手機ピになった時にはまた全然キャラクターが変わってものすごく私まあ可愛い可愛いってね何度も申し訳ない言ってしまいましたけどあの可愛さ全面に出てくるわけですよ歌いながらでもなんか表情だったり動きだったりその歌ってるメロディーの切り際とかね歌ってる声自体もこの虹の元を歌ってる時とは全然違う可愛らしい声ででも音程リズムも取れているっていう。 表現力でですすねやっぱり言、ね、言葉で言うとこれがすごいだからもう歌いながらねさっきも喋っている語ってるって言いましたけどなかなか決まった音,音程の中でそういうふうにやるっていうのはね難しいとこだと思うんですけどこの佐々木舞香さんのもう大きな特徴としてやっぱりね表情を作れるっていうメロディーにねうーん表現を入れられるっていうのはこれはすごい。 ちょっと私正直1曲目ね「虹の元と」シュキピ」同じ人に見えないですもんね同じ人なんですけどやっぱりこう一人で切なく葛藤を歌ってる時の表情とか歌い方と「シュキピ」の可愛らしいのがあんなこう曲の中で違う表現ができるとかね表情、まあ、雰囲気まで作れるっていうのはこれはね大きな魅力だと思います。 なんかまたえらい長く喋ってしまいましたね。私ねはい、すいません。<laughs> そう、すいません。あの好きなように喋ってたら長くいつもなってしまうんですけども、そして冒頭に言いましたけど、今日の夜にね。fns 歌謡祭でイいいコーラブが歌われるということです。皆さんのコメントを読むと、広瀬香美さんとコラボをするんじゃないかというで、そこの。 コラボするメンバーにも佐々木舞香さんも入ってる野口由りさんも入ってたかなみたいなので非常に楽しみ今晩中にアップできるか明日になるか分かりませんけれども必ず見させていただいてと言えなかった見させていただいて、えー、解説動画ね上げさせていただきたいと思いますもし皆さんよろしかったらまた見ていただけると嬉しいなというふうに思いますということで今回はえー イコールラブ全国ツアー全部内緒のダイジェストの中から佐々木舞香さんがメインで歌われているというダイジェストの映像を見させていただきながら思うままにお話をさせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。